日本の医療、日本の医療、日本の医療は複数提供者制の社会保険によるユニバーサルヘルスケアが実現されており、厚生労働省が所管している。2012年の GDP に占める保険支出は10.3%であった、OECD 平均は9.3%。人口高齢化、一人当たり支出の増加、医薬品、医療機器の高度化によって、 支出は増加するる傾向にある医療制度は国民皆保険制度フリーアクセス自由開業医牲診療報酬的高払いに特徴を付けられる医療保険は1961年にユニバーサルヘルスケアが実現され原則として市町村が運営する国民健康保険への強制加入となり条件を満たすものは変わって職域保険、費用者保険や 国保組合などへの加入を可能としている。医療制度の効率性については、2000年の世界保健機関調査では日本は世界10位とし、ブルームバーグでは世界3位と評価している。医療機関は公営、民営それぞれが存在し、日本最大の病院グループは独立行政法人国立病院機構である。日本社会は高齢化が進んでおり、2013年の 高齢化率は24.1%まで上昇し、高齢社会白書では、我が国は世界のどの国も経験したことのない高齢社会を迎えていると述べられた。GDP における医療費割合の増加スピードも激しく、また同時に少子化も進行し、2030年の将来には GDP 比プラス3%増加すると推定され、医療財政の構造は困難に直面している。 世界的な平均余命については、フゥーワールドヘルス・スタティスティックスによると、先進国の平均寿命は80歳、2011年度、先進国の平均健康寿命は70歳、2007年度であり、一方で、日本の平均寿命は83歳、2011年度、平均健康寿命は76歳、2007年度であった。 日本の三大死因は2013年人口動態調査によると悪性新生物、心疾患、脳血管疾患であった。肥満率は世界最小の低さである。死亡率についても世界で定位のグループであり、風の2013年統計では妊産婦死亡率、中産期死亡率、新生児死亡率、乳児死亡率、乳幼児死亡率、 成人死亡率らは世界平均や先進国平均よりも著しく低いものであった。これらは1900年、明治43年前後に統計を取り始めて、以後、単年度の増減はあるが10年推移では必ず減少し、2011年度では史上最小値または史上最小値の近似値であり、妊産婦死亡率、中産期死亡率、新生児死亡率、 乳児死亡率、乳幼児死亡率は、生物的な限界値近くまで減少していて、2000年代、以後の減少率はゼロに近くなっている。しかし、自らを健康と考える人は少なく、健康だと答える人は、OECD 中で最低であった。また、自殺率の高さが指摘されており、OECD は、日本の精神医療制度は、OECD 諸国の中で、 精神病床の多さと自殺率の高さなど悪い意味で突出していると報告している。日本の公的医療保険は市町村単位の国民健康保険が運営されており、原則として強制加入となる。保険給付は現物支給、療養の給付が原則であり、現金給付、療養費はあくまでやむを得ない場合に限られる。公的医療保険者間では、 現役世代が加入する各医療保険者からの後期高齢者医療制度への支援金など複雑な資金移転が行われている。現役世代が加入する医療保険者間でについては65から74歳の加入者数によりリスク構造調整が行われている。これを行う仕組みは前期高齢者医療制度と呼ばれている。また民間の医療保険市場も存在し、 第三分野保険と呼ばれるが、諸外国に比べて発達していない。理由について、財務総合政策研究所は、日本の公的保険診療は、公定価格制となっている点、及び諸外国では、歯科、眼科、外来処方箋が公的保険対象外となっていることが多いが日本では、給付対象となっている点、混合診療が禁止となっている点を挙げている。 医療保険による補助公費による補助税制による補助医療機関による補助2014年の医療法改正により医療事故が発生した場合には厚生労働省令で定めるところにより速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない第6条の11規定されている同法の対象となる事故は医療に起因し または起因すると疑われる死亡または死残で、かつ管理者が予期しなかったものである。なお医薬品の副作用による被害については、独立行政法人医薬品、医療機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度が存在する。日本は自由開業異性となっており、診療所、クリニックは、医療法に基づく設置基準を満たせば、どこでも自由に開業できる制度である。 日本は人口あたりの病床数が世界一であり、OECD 平均の2倍以上であった。人口あたりの CT 設置台数、MRI 設置台数についてもそれぞれ世界一位であった。地域ごとの医師偏在は小さいとされ、日本を10地域ブロック別に見た場合、人口1000人あたり、医師数が最小なのは、東海地方で1.9人、最多なのは、 四国地方で2.6人であった。救急医療は、消防法及び救急病院等を定める省令。昭和39年2月20日、厚生省令第8号により、都道府県知事に指定された救急指定病院が担う。救急の緊急通報用電話番号は119番。一部の自治体、東京都と大阪府と愛知県と奈良県では、 救急相談センターを設けており、電話番号は7119番である。日本の人口1万人に対する医師数は平均21.4人であり、OECD 平均を3割以上ほど下回っている。一方、人口あたり看護師は OECD 平均を若干上回っており、人口1万人あたり平均41.4人で、そのため、 医師一人当たりの看護師比率は OECD 最多で第1位であった。このような医師不足状態を受け2008年安心と希望の医療確保ビジョン会議では医師定数の増員が低減された。2013年厚生労働白書では医師数、歯科医師数、薬剤師数、看護師数について一比で毎年増大していると述べている。世界的な比較では ワールドヘルス・スタティスティックス2013年版によると、2005から2012年度の先進国の人口1万人に対する医師数の平均値は27.1人、看護師数の平均値は72.4人、中高所得国の医師数は平均17.8人、看護師数は平均35.4人であった。日本の医療は過剰診療が指摘されており、 人口一人当たりの受診回数は OECD 平均の2倍、医師一人当たりの診療回数については OECD 各国で2位であった。患者から寄せられる共通した苦情は3時間待ちの3分診療であり、長い受診予約リストは深刻な問題だと OECD は報告している。また、日本の生活保護の医療扶助額は年間約1.5兆円に上り、 医薬品の過剰処方などの問題が指摘されている。一方で OECD によれば26%の人は前年に健康問題を指摘されながら費用を惜しんで医療を受診しておらず、この傾向は低所得層の方がより高くなっていた。また人口の4割をカバーする国民健康保険は2009年には保険料未納率がントまで達し、また国保において 被用者保険対象外となるパートタイマー労働者の比率は32.4%まで上昇している。そのため OECD は非正規労働者に対しても現在の国民健康保険ではなく被用者保険に加入させるべき、また低所得者を考慮して自己負担割合を段階的に適切に設定すべきと勧告している。2012年には被用者保険適用を拡大させる。 法案が成立し、2016年12月に施行される見込みとなった健康保険、非正規労働者も参照。日本の保険医療は、公定価格制であり、中央社会保険医療協議会、中医協にて決定される健康保険法第76から77、82条。受診者の自己負担額は、70歳以上は2割、負担。 70歳未満は3割、負担、公費負担医療については0割とされている。厚生労働白書の平成25年版によると、日本の医療費と国民所得費は毎年増大し、医療費の公費負担額と国民所得費も制度変更年を例外として毎年増大している。日本の公的保険は社会保険に基づいているが、保険料負荷は 医療費の半分以下に抑えられており、3分の1以上は公費負担となっている。先進国の中で公的資金、社会保険料税による負担率が最も高いグループに属するデンマークスウェーデン、ノルウェー、アイスランド、イギリス、ニュージーランドなどとともに80%台、公的資金負担率が100%の国は存在せず、90%台の国も少数の例外であり、 先進国で公的資金負担率が最も高いグループの国でも80%台の前半から半ばである。先進国においては医学や医療技術の向上により平均寿命が上昇し出生率は低下し人口に占める高齢者の割合が増大し国民医療費は年々増加している。国民医療費の増大率は国内総生産や国民所得の増大率を 上回るようになった。国家の経済や財政において、市民の生存権や医療を受ける権利を維持しながら、それに必要な費用をどのように負担していくかが重大な問題になっている。そのような問題を解決するために、医療費の伸びの抑制、医療の効率化、医療保険制度の財政的強化を含めた医療制度改めが必要と考えられているが、有効な解決策を見出せない状況である。 2009年の OECD 対日審査報告では医療制度改革に施設が割り化されている。日本は GDP 増加を上回るペースで医療費が増加しており、老人医療費の上昇に対して若者世代の負担を抑えながら対応ることが鍵であるとしている。2012年では医療支出34.6兆円、介護支出8.4兆円、1.8%で あるが、2025年には、医療支出54兆円、8.9%、介護支出19兆円、3.2%となると、推定されている。患者の自己負担分が増加した、分、公的医療保険制度からの支出が減らせる。また自己負担分が大きければ、受診抑制による医療費の減少、事故の治療に関心をさらに持つことができ、故意による、 濃厚診療などのモラルハザードを防止することができる。さらに、受益者負担という視点からはより公平になると言える。また、国民の健康維持と疾病予防への関心が高まることが期待できる。問題点としては、自己負担分が大きすぎると、医療を必要とする患者が十分な医療を受けられない可能性がある。特に、低所得者への影響が、より大きくその対策が必要であるが、 ただし、日本には医療費負担の補助制度があり必要な医療は受けられる。2006年には小泉内閣医療改革において自己負担率が2割から3割へ引き上げられている。70歳以上の高所得者については2割から現役世代と同じ3割へ上げられた。OECD は負担割合がすでに3割に達しているため、3割以上の増額は低所得者への影響が大きいと。 勧告している。また70から74歳、前期高齢者の自己負担率を1割としている特例措置について2013年の社会保障国民会議では世代間の公平を図るために廃止すべきと勧告している。後期高齢者医療制度75歳では一定以上所得のある高齢者は軽減がなされず自己負担は3割となる。 2015年の OECD 勧告においても、75歳以上人口の半数には、負担能力があり、かつ、日本の自己負担割合は OECD 平均以下で、あるため、70から74歳の負担割合を2割と、するよう勧告し、政府の方針を指示している。社会保険料を値上げすると、公的憲法の収入が増える。しかも、 医療技術の発達などによる医療費の増大にも対応できるため医療の質を保つという点では大変好ましい。間接的に医療収入が増えて医療機関が潤い雇用促進につながる。しかし経済全体が冷え込んでいる不況時に保険料を上げれば他の消費がますます冷え込む可能性がある。現在日本は先進国の中で IGDP 比で医療費は少ない方であるが国民の間接負担を増やすのは国民の理解が得難がく政治的に困難である。また保険料納付率が低下しており増額したとしても滞納額が増えるだけに終わる可能性もある。2009年の国保未納率は約1 2まで上昇。診療ごとに支払う自己負担額に対して年間保険料負担が大きいと 保険料を未納のまま放置して症状が出るたびに自由診療を受けた方が結果的に安くつくケースも存在し、そのため自営業者などの多い国保で保険料納付率が著しく下がっている。また、サラリーマン層や低所得層を中心に救命不可能な状態に病状が悪化するまで診察を受けないケースも散見されるようになった。OECD は 医療費財政を社会保険に頼ることは、労働コストを上昇させ、労働市場に悪影響を及ぼすとしている。現在は、賃金の8%が保険料であるが、増税なき場合には2035年度の保険料は24%まで上昇するとの試算。そのため増税によって、原資確保し、政府一般会計から公的社会保険に、国庫負担金を繰り入れることも考えられている。 OECD は2009年に高齢化を見据えた財源確保及び労働コスト上昇回避の目、医療費財源を一般会計へ移行し、その増税は消費税などの間接税がベストな選択だと勧告している。2013年の社会保障国民会議においては、医療、介護の充実のために2015年度には消費税率3でプラス1%強。 2025年度にはプラス3%弱ほどの財源が必要との最終報告がなされた社会保障と税の一体改革。2014年4月には消費税が8%に引き上げられている。公的憲法の診療報酬は中央社会保険医療協議会の答申により決定されている。減額は受診時の自己負担が減るため医療従事者以外の国民理解を得やすい。 医療機関の経営効率化に対する意欲を刺激できる。しかし OECD は診療報酬工事価格制によって医療費総額を管理することに否定的見解を示しており、医療機関が経営困難となり、医療の質が犠牲になる可能性がある。総合病院における不採算専門家の閉鎖や病院の赤字の拡大、 病院勤務の待遇悪化による勤務医から開業医への人材流出、製薬業など医療関連産業が衰退する可能性がある。自由診療において患者の経済力に応じた選択権が与えられる。診療報酬点数を大きく減額しなくてもよく、保険料自体も大きく増税しなくてもよい。また利用者負担が大きくなり高度な医療を。 適正価格で受けるため公平さも増す。医療機関は自由診療部分で最新医療を提供しようとし競争が活性化する。しかし、医療保険制度の基本である平等の理念に抵触する恐れがある。保険対象外となる治療において患者の経済力の格差が受けられる医療の質に影響する。2004年の規制改革。 民間解放推進会議でも混合診療の解禁は議題となったが、この改革案には厚生労働省と日本医師会が主に平等医の面から強く反発し、最終的に混合診療は全面解禁せず、代わりに特定療養費、現在の保険外併用療養費の範囲を拡大することで政治上の合意がなされた。年の OECD 韓国では、この規制は 日本独自のもので、英国での同様規制は撤廃されたことを挙げ、混合診療を認める範囲を拡大すべきと勧告している。また、医療製品の認可ラグ、ドラッグラグの長さについては、かつて平均して1417日間、2004年で、ある状況を多国並みに改善すべきと勧告されていたが、2015年の報告ではスピードアップが図られたとされている。 人口一人当たりの医薬品購買額について、日本は世界3位であり、OECD 平均よりも56%も多い、2012年。一方で、ジェネリック医薬品のシェアは28%に過ぎず、OECD 平均の44%よりも低い、2013年、量的ベース。また大多数の患者は、ジェネリック処方を希望するが、医師の9%しか同意せず。 それは、医師収入への影響と、薬剤品質への懸念が理由である OECD は、報告している。2009年に OECD は、米国並みに、ジェネリック医薬品を普及させることで総医療費を7%、GDP で0.5%相当削減できるとし、2012年までに、シェアを最低でも30%とするよう勧告した。厚労省と保険者は、 ジェネリック推進の取り組みを開始しており、2011年には数量比で23%までに普及させた。厚労省の2013年目標では2018年までに普及率60%を目指すとしている。また生活保護における医療扶助について、ジェネリック処方を基本とするよう検討を行っている。2015年にも OECD は米国並みにシェア84%、 かつ、価格10%ダウンを達成することができれば、日本は医薬品費用を半減させることができると試算している。政府は2017年までに、シェア34%を目指すことで、医療費を0.4兆円削減できるとしている。診療報酬を包括払いにすれば、医療機関が医療を経済的に効率よく行い、公的医療保険からの無駄な支出が減らせる。 しかし過信化量を削減した方が収益上有利であるために十分な医療を行わない可能性もある。OECD は出来高払い制度を廃止することで一人当たりの医師受診回数が OECD 平均の2倍となっている状況を削減できると勧告している。民主党マニフェストでは包括払いの制定が公約されたが実現には至らなかった。 2003年より特定機能病院における急性期入院医療を対象として d p c 制度が導入されており平成24年時点では全一般病床の約53.1%を占めている。しかしこれは d p c 払いと出来高払いを組み合わせた一般的でない制度だと OECD は指摘し、また医療機関は計画的な患者再入院。 アップコーディング不正請求、入院前外来検査などの手法で d p c 制度をもてあそんでいると OECD は指摘している。OECD は d p c 制度が適切に運用されるよう d p c 適用の再入院は減額算定すべき、また外来検査を d p c 算定に含めるよう勧告している。台湾の医療などで導入されている。 医療費の年間支出総額を制限することによって公的医療保険制度からの支出を直接管理でき財政立て直し効果が大きい国民所得に連動させれば所得に応じた医療費を設定することができる問題点は経済的な要因が優先され国民の医療需要の変化に十分応じられない可能性があるまた 国民所得に連動させると経済が縮小に転じた場合、十分な医療を提供できない可能性がある。2008年より公的保険にて、特定検診、特定保険指導が導入され、生活習慣病の予防が進められている。しかし市町村国保において、検診受診率は2008年度で28.3%と低く、さらなる改善が求められている。 また OECD は、タバコの重税化と低喫煙率には関係性があり、タバコ税増税により禁煙を推進すべきと勧告している。また健康増進法では、受動喫煙防止措置を求めている。第25条。医療供給体制、医療計画にも問題があり、この問題は、医療財政の問題と深くリンクしている。患者は診療所よりも大病院を好み。 また診療所の医師を信用していないため、大病院の専門医を頻繁に受診する傾向があり、患者は単なる風邪で長時間待ってでも、大学病院を受診することがと報告されている。OECD 国の多くでは、患者が専門医を受診するにはまず、プライマリケアを担当する総合診療医から紹介を受けなければならないが、日本にはこのような直接受診を防ぐ。 ゲートキーパー制度がなく、そのため患者は総合医、専門医を問わず、医学的に必要があろうとなかろうと、どの医療機関にも自由に、全額保険適用で受診でき現状にあるフリーアクセス。応召義務もあって、医師の負荷は高く、3時間待ちの3分診療を引き起こしている。また病院と診療所の機能分化が不十分である。例えば、病院の外来治療費が、 診療所より安いこと、診療所に専門検査機器がないため病院に検査紹介され、患者としては二度手間になることなどにより病へ外来患者が集中しやすくなっている。元来の医療計画において、病院は急性治療と高度医療を受け持っているのだが、経過観察が必要な慢性治療の患者も多く、受診し、病状による区別が不明確になっている。 不必要な専門医受診を防ぐゲートキーパー制度を導入し、また総合診療医の数を増やし、かつ専門医の役割を明確にするよう OECD は勧告している。2013年には社会保障国民会議が紹介状なしの大病院受診に対して初診療自己負担を課すことで機能分化を誘導するよう勧告し、保険外併用療養費制度が設定された。 これは、保険より給付されない、自己負担である。2014年の診療報酬改定では、主治医機能に対しての算定が新設され、地域包括診療、さらに医療法改定にて、国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資する、要、医療提供施設相互間の機能の分担及び、業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、 医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない、第6条の2と定められた。日本の医療は平均入院日数の長さが指摘され、急性病棟では OECD 平均の2倍、トータルでは OECD 平均の4倍で、共に OECD 中で最長であった。医療上の必要がなく入院し、病院を事実上の介護施設とすることは、 社会的入院と呼ばれている。OECD は患者を入院させたままにすることは病院収入を増やす簡単な方法であると指摘し、患者の入院区分を正確に分類し、かつ料金スケジュールを見直すことで病床への長期入院を減らすよう勧告している。2013年の社会保障国民会議の最終報告では、 急性病床への平均入院日数を12から16日にまで短縮し、代わりに介護における居住系サービスの充実化及び在宅系サービスの充実化を提案している。また、小規模病院は空床の活用に苦労しているが患者は大規模病院を好む傾向にあるため、OECD は小規模病院に介護療養に参加するインセンティブを与えるべきだと勧告している。 厚労省は医療費適正化計画を策定し、療養病床について老人保健施設や居住系サービス施設への転換を推進している。2015年にも再び OECD より最も優先度が高い課題は先進国平均の4倍も長い長期入院の削減であると勧告されている。2014年医療法改正では病床機能報告制度が設けられ、 病棟について、高度急性期、急性期、回復期、慢性期のうち、どの医療機能を担うかを、毎年都道府県知事に報告する義務が定められた。日本の医療機関は、OECD 各国と比較して、人口あたりの病床数は最多、病床あたりの医師数は最小に特徴付けられ、病棟従事者を疲弊させている。このような医療機関の在は、 医療財政と医療の質の面でマイナスであると OECD は報告している。例えば自治体病院の七十五パーセントでは二千七年は赤字決算であり、自治体財政に重い負担をかけている。二千十三年の社会保障国民会議の最終報告では、急性期病床を四割から八減削減し、代わりに急性期の医療従事者数を五十八から百十六パーセント 増員させる提案がなされている。また OECD 調査によれば、大病院の方が医師、病院ともに良いパフォーマンスを上げているが、民間病院は小規模で質が低いとしている。民間病院、診療所の株式による資金調達を解禁し、M&A により医療機関の大規模化を進めるよう OECD は勧告している。また、 医療機関は医師により経営されなければならないとする。規制を緩和すことで、より高度なマネジメントがなされ経営が改善されると、OECD は勧告している。医療機関のマネジメント手法が未熟である。従来医療機関の収入は、公的医療保険制度で十分に確保されてきたが、医療費抑制政策や医薬分業政策などで、経営が厳しくなっている。 最近では患者による選択が拡大しているが、そのための情報開示、治療の標準化、IT 化が不十分である。風文だけでなく、臨床指数、医療スタッフの専門性や技術力に関する情報、医療機関の経営状態などを検証するための医療情報システムの構築が必要である。ランセット市には、日本は都道府県知事の医療計画に対する権限を 強化すべきであるとした論文が掲載された。民主党マニフェストでは、クリニカルパスの制定が公約されたが、実現には至らなかった。いくつかの国では、公的保険の保険者を自由に選択することができ、保険者間の管理競争が行われている、オランダの医療、ドイツの医療など、費用者保険は、小規模な健康保険組合が多数存在する、状況で財政が悪化しており、 さらに前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度拠出金が負担を重くしている。OECD は保険者の効率性を高めるため保険者を統合し総数を減らすよう勧告している。2006年の健康保険法改正では都道府県単位となる地域型健保組合制度が創設され保険者の統合集約化を図っている。国民健康保険も同様で 加入者における無職者、低所得者、高齢者の比率が高まっており、2009年には国保の約半数が赤字となっている。OECD は国保制度を市町村別から都道府県別に移行し、規模の拡大を図るよう勧告している。2013年の社会保障国民会議においても同様に勧告された。これらの流れを受け、2018年4月より、 国民健康保険は都道府県と市町村が共同で保険者となる仕組み、都道府県が財政運営、調整を担い、市町村が実際の保険給付、保険料の徴収を担うに改められた。保険者による医療報酬請求の審査機能を強化することで過剰診療及び不正請求を削減し医療費の増大を防ぐことができる。こういった請求審査の効率化には、 事務電子化が欠かせず、OECD は事務コスト削減及び医療の質向上のため保健事務の電子化を推進するよう勧告している。だが完全義務化について日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会は反対声明を出し、2009年には反対する医師グループにより集団訴訟が行われた。民主党政策集では、 完全義務化から原則化に改めると公約され、政権交代によって、全施設への導入は撤回されたため、訴訟は取り下げられたという経緯がある。しかし2013年には、レセプト電子化率は、社会保険診療報酬支払基金によれば、以下で96%、死下で60%、町剤で99%まで浸透した。また、費用者保険の支払い審査を行う。 社会保険診療報酬支払い基金について複数による競争原理を導入すべきと OECD は勧告している。協会憲法では2009年より保険料を全国一律から都道府県別に移行し競争力を高めようとしている。会計検査院の調査によれば接骨院、生骨院によるレセプト請求の過半数において接骨院、 整骨院では保険適用できない慢性的な肩こり、腰痛、関節痛、リウマチ等に対してマッサージ等のせを行い、症病名を急性の捻挫、打撲と偽り保険療養費請求する行為が行われており、平成21年に会計検査院から厚労省に大使改善要求が出されている。憲法連大阪連合会は、 厚生労働省近畿厚生局に対して、療養費支給適正化の観点から、不正、不当請求が後を絶たないとして、受領委任払いの廃止、領収書発行の義務付け、療養費支給申請の記載厳格化を政府に要請している。政府機関、国際機関、その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。